東急8090系電車。東急8090系電車。東急8090系電車は、1980年、昭和55年12月27日に営業運転を開始した東京急行電鉄の通勤系電車。本校では、8590系と呼ばれる全面貫通扉付けの先頭車両についても合わせて記述する。解説の便宜上。 本校では、東急線内での渋谷、大井町方先頭車の車両番号、F、フォーメーションイコール編成の頭文字を、編成名として、記述、例、区波8093以下5両編成イコール 8093F する。8090系は、1978年、昭和53年に試作された8000系、デ波8400系の実績に基づき、 有限要素法を用いたコンピュータ解析による車体設計がなされ必要な強度と剛性を保ったまま従来のオールステンレス車両より車体で約24%約2トン編成全体で約8%の重量を軽減することに成功した日本初の量産ステンレス軽量車体を採用した車両ある九百八十年から百八十五年に かけて8両編成10本80両を、また1988年から1989年にかけて将来の東横線と横浜高速鉄道港未来線との直通運転を見越して、蘇生を組み替えるための先頭車10両の軽10両が、東急車両製造で製造された。前車は 809X 版もしくは808。 X 版の車両番号を持ち8090系と呼ばれ、後者は 859X 版もしくは 869X 版の車両番号を持ち8590系と呼ばれる。また、先頭車のみのグループである8590系の編成は、中間車として組み込まれている8090系も含め、8590系と呼ばれることがある。 抗議の8000系に含まれる車両であるが、外観の違いやこのグループのみで編成を組むことから、区別されることが多い。20メートル級4扉車体で、東急のステンレス車では初めて側面に赤帯を2本、通した。コルゲートを廃したため、歪み防止に、車体断面は、車体上部を内傾させ、裾を絞った卵型とした。また、 外反は0 8ト、mm、ルから1 5ト、mm、ルと0 7トル、厚くした。正面は非貫通構造の3面折り妻とし、前小灯は角型となり、微灯と一体化し、車体下部に設置した。区波8090系の前面の窓ガラスは、当初3枚を連続で固定していたが、後に破損時の交換を容易にするために個別に固定するように改造した。また、 全照灯は赤帯の下に取り付けられていたが、三次車から赤帯の位置に上がった。主回路制御方式は8000系と同様の境、自直波制御だが、制御段数を増やして、乗り心地の改善を図った。制御機は、日立製作所製の MMCHTR-20F、直列15段、並列13段弱め開示無段階で、 軌道加速度は時速 2.7kmS7 両編成時である。台車は軸バネ式空気バネ台車の TS-807B 型電動車と TS-815B 型付随車、新成時で共に新成時から波打ち車輪を採用し走行音の低減を図っている。基礎ブレーキは動力台車が踏みずらブレーキ構造で付随台車も 同様の構造であった。ただし、8097F 以降の付随台車は、基礎ブレーキをディスクブレーキ構造とした TS-815D 型が採用され、後に TS-815B 型もディスクブレーキ化改造を実施し、TS-815E 型に変更された。大井朝鮮に転属した8090系の 全編成と 8590K の 8691F、8692F、8693F はパンタグラフを、ひし形、PT4309K からシングルアーム式に交換した。このうち 8691F は、廃車された 8000K、8003F で使用していたものを流用し、 8692F と 8693F は新品を搭載した。大井朝鮮所属の8590系の前面の帯は2006年3月18日からの動線、田園都市線直通急行の運転開始に伴い、五条防止のために赤色から赤色黄色のグラデーションに変更し、また大井朝鮮を表す認識ステッカーも側面を含めて重複した。 なお、側面の赤帯は従来のままである。さらに、大井朝鮮所属の 8090K、8081F8089F も2006年4月下旬より、順次 8590K、8691F692F と同様の帯色とステッカーに変更した。この際に、各駅停車運用時の種別表示を無表示から、確定に変更した。 また、8693F は8月の転入と同時に帯色を変更した。なお、電園都市専用8590系の帯色は変更されていない。計画当初は全面形状に丸みを持たせたデザイン案が2種類程度出されていた。しかし、コスト低減のために、切り妻以外は考えるなという電鉄上層部の意向から切り妻に、 近い形にせざるを得ず、丸みあるデザインは却下された。当初は、9000系という箇所であった。田園都市専用重量編成、8590、系渋谷駅中央臨間駅間及び、直通運転先の東京地下鉄、東京メトロ、半蔵門線渋谷駅押上げ駅間で、朝夕ラッシュ時を中心に運用されている。東部線乗り入れ装備は設置されていない。 先頭者の前面に東武線に入線できない編成であることを示す、丸い系マークを重複している。2012年、平成24年3月17日に実施されたダイヤ改正以降は原則として、東武線非直通運用である 34K、44K 運用につく。日中を通して終日運用されることはなく、平日の朝夕ラッシュ時の運用のみとなっていた。なお、 土休日は朝と夜に、東武線非直通運用が存在する。2013年、平成25年3月16日の、ダイヤ改正より、平日の 34K が終日運用となり、35K も昼の入庫後すぐに出庫となる運用となった。大井町専用五両編成大井町駅、溝の口駅間及び、田園都市線溝の口駅詐沼駅間で運用されていた。その後、 東横線、港未来線で使用されていた9000系の、転属による置き換えが進み、2013年5月を、もって8090系の営業運転は終了した。1980年に、東横線に、最初の投入が行われる。一時車、8000系12から一時車1本、8091、F17 両編成、TC2M2M1、TM2M1、TC1、 MT4M3T だった。1982年2月に製造された2次車、8 0 0 0三1 3次車2本、8093F、8095F が8両編成、TC2MM2M1TM2M TC、1TC15M3T で投入される。1次車も1983年に1両、8491を増結して8両編成となった。 1984年12月から1985年4月にかけて4次車、8000K16 次車として5本、8097F8099F8081F8083F8085F が製造される。これにより、車両番号の下2桁は90番台を使い切ったことから80番台が付与された。4次車では、危機器配置の見直し及び、 編成順序の変更、TC2M2M1TMM2M1TC1、正面窓形状は変えずに低運転台構造から、高運転台構造への変更が行われた。なお、従来車も後に変更されている。1985年には5自車、8 0 0 0七1 7次車2本、8087F、8089F が増備され、8 0 9 0系の製造はこれで、 終了する。1988年9月から1989年2月にかけて将来の港未来線との直通運転に備え、編成出力を上げることを目的として、MT 比を従来の 5M3T から 6M2T に増強するため、蘇生変更を実施した。地下鉄乗り入れに必要な全面貫通式都市、また、制御電動車としたデハ8590系。 M1C、桜木町、元町、中華街より戦闘車と、デハ8690系、M2C、渋谷より戦闘車を、各5両申請。従来の8両編成から3両、M1、M2T ずつ抜き、戦闘車2両に抜いた3両2を組み合わせた、8両を、編成5本を新たに蘇生した。また、従来の編成から3両抜かれて残った5両、編成は、 大い挑戦に転用された。この8両編成を特に8590系と呼んで区別することがある。8590系は当初より自動放送装置と電動ワイパーを採用し9000系に準じた構造にもなっている。8500番台になったのは戦闘車が電動車であるという8500系の要素が入っているためである。営業運転開始時は 同線の急行専用、平常時だったが、2001年3月28日のダイヤ改正で特急から各駅舎までの全種別に、充当されるようになった。1997年、平成9年3月25日の東横線ダイヤ改正に伴う運用源により、8694F と 8695F が田園都市線に転属した。 8694F は 8695F から2両を組み込んで 8M2T の10両編成とし、同年8月21日から営業を開始した。この際には、半蔵門線へも乗り入れ、8590K では初の地下鉄乗り入れとなった。6両編成となった 8695F は予備車となり、営業運転は一度も行われなかった。また、 2001年、平成13年3月28日に、東横線ダイヤ改正に伴う運用源により、8693F が田園都市線に転属した。同編成は4両を 8695F に提供して予備車となり、営業運転は行われなかった。一方、重量編成となった 8695F は、 同年5月25日から運行を開始し、約3年半ぶりの営業運転復帰となった。2003年、平成15年、電源都市線への5000系投入に伴い 8693F、8695F が1997年までと、同様の8両編成3本に組み替えられ、東横線に復帰し、2004年、平成16年2月1日、 ようやく当初の計画通りに、港未来線への直通運転を開始した。東横線への5050 50系投入により、2005年、平成17年8月に 8691F が、長津田車両工場に入場して、大井町線向けに転用改造され、5両編成、M2CM1TM2M1C となった。そして8 0 3 f の代替として、 同年11月24日に大井朝鮮で運行を開始した。MC 社は補助電源装置である静止系インバータ、SIV 設置のため HS-20G 型空気圧縮機 CP を撤去し、代わりに M2 社に HB-2000 型 CP を搭載した。また、パンタグラフもシングルアーム式のものに交換した。この転用改造で余剰となった3両。 左派8391で派8291で派8191は保留者となった。2006年、平成18年には、さらなる東横線への5050 50系投入により、8692F と 8693F は 8691F と同様の改造、パンタグラフ交換については転属後に実施と保留編成化を行って、 大井町線に転属した、ほ、8694F と 8695F は重量編成として、電園都市線に転属した。これにより、2005年度発生分と合わせて5両が、余剰車となり、このうち4両が2007年3月26日付で 8090K 発の廃車となった。8692F は2006年3月に、長津田車両工場に入場し、 同年3月27日に大井朝鮮で営業運転を開始し、同年3月18日に実施されたダイヤ改正による運用像に対応した。その後、同年10月にシングルアーム式パンタグラフに交換された。8693F は2006年6月29日に長津田車両工場へ改装し、同年8月11日の昼間に、 カジガヤ駅中央林間駅間で試運転を実施し、同年8月14日から大井町線で営業運転を開始した。その後、同年11月にシングルアーム式パンタグラフに交換された。8694F は2006年8月1日に長津田建築経由で詐欺沼へ改装した。同月下旬には長津田へ改装し、 田園都市線向けの転用改造を施行した上で、同年8月28日に、デハ8195とデハ8295を組み込んで重量編とし、同年10月31日から、田園都市線、半蔵門線で運行を開始した。なお、東部型 ATS は準備工事のみで、本体は取り付けられていないため、丸い系マークが重複されている。 8695F は2006年7月31日に長津田へ改装した後、同年8月9日に、デハ8199デハ8299を組み込み重量編成とした。組み込んだ車両は、同年7月末に車両点検を実施した。田園都市線向けの転用改造を施行した上で、こちらも、東部型 ATS は準備工事は行われたが、 取り付けられていない、同年9月中旬に丸い K マークを重複して、電園都市線に再復帰し、同年9月25日から運用を開始した。電園都市線用の 8694F8695F とも、自動放送装置を備えている。また、方向幕を2007年、平成19年4月5日のダイヤ改正時に、準級対応のものへ交換した。 2014年、平成26年9月にはスカートが取り付けられた。余剰者は、元 8691F の左派8391で、8291で、8 1 9 1現 8692F の左派8393、現 8693F の左派8395の5両であり、これらは、 長津田建築の片隅にまとめて留置されたが、デハ8291サハパッ三百391サハパッセン393サハパッ三百395の4両は2007年3月26日付で、デハ8191は2008年6月9日付で、廃車除籍、解体された。大井町専用8090系は2007年9月から2008年3月までに、 前編成の前面と側面行き先表示器の行き先表示部分が字幕式から白色 LED に前面と側面行き先表示器種別表示部分がフルカラー LED、前面運行番号表示器が三色 LED にそれぞれ交換された。急行灯は LED 化の際に撤去し、その部分は塞がれた。これらの表示器は2000系と同一で、 書体はすべてゴシック体である。表示方法は2000形と同様で、日本語ローマ字の候補表示を行っている。ただし、初期に交換された 8085F、8089F は、しばらくの間、2000形のような表示を行っておらず、日本語とローマ字を併記している関係で、書体は2000形と比較すると細くなっていた。また、8 8 3 f は、一時期全面。 兵器、側面、交互表示の組み合わせとなっていた。これらの編成は2008年3月までにすべての表示器が交互表示タイプに変更された。また、2006年度に全面赤帯で存置された 8091F、8099F は2008年3月上旬にグラデーション帯に交換された。なお、全面帯は赤帯時代は全消灯。 微刀サイズに合わせていたが、グラデーション変更後は、赤帯よりも、太めになっている。これは8590系も同様である。初期車の 8091F、8095F は、全小刀、微刀の一部にかかるのみとなっている。8090系は前日の8590系導入により、5両編成10本が東横線から、大井町線に転配されて、 運用についていた。2009年度には 8091F が2009年、平成21年5月に運用を離脱し、長津田車両工場へ改装された。その後、デハ8292とデハ8491は、廃車、解体処分となった。残った先頭車2両とデハ8192は、改造工事の上、2010年1月に、秩父鉄道に、 譲渡されて、同社の7500系となった、車両番号は7501プラス7601プラス7701。2010年度には 8083F が2010年5月に80、8085F が2010年6月に運用を離脱した。その後は 8093F が2010年9月に80、8087。 F が2011年1月に運用を離脱した。いずれも運用離脱後は、長津田車両工場へと改装され、デハ8290型と、デハ8490型は解体とし、残った先頭車2両と、デハ8190型は改造の上、秩父鉄道へ譲渡した。2011年度は 8095F が2011年9月に80、8089。 F が2012年3月に運用を離脱した。2012年度には 8590K にも離脱が始まり、2012年9月に8692、F が2013年2月に8693、F が同年3月には 8097F が運用を離脱した。2012年度末時点では 8090K は 8099F と 8081F。 八千五百九十系は八千六百九十一 f が残った。大井朝鮮に最後まで残存した八千九十系に、編成にはどちらも二千十三年五月初旬により、それまで全面の大井朝鮮ステッカーが貼られていた位置にヘッドマークが貼り付けされた。八千八十一 f では、両端の戦闘車に、ファイナルラン8090系、千九十九 f では、溝の口方。 8080 80号車に、ありがとう8090系二子玉川上向区、大井町方、8099号車に、さようなら大井町線8090系となっている。2013年7月11日、区波171系の代替目的で、富山地方鉄道は、東急テクノシステムから8590系電車を購入し、富山地方鉄道も、 1> 派1万 7, 型ととしして年11月から、営業運転を開始すると発表した。第1編成もは17,481で、五8592からもは17,482で、六8692。第2編成もは17,483。 デハ8593から七千17484、デハ8693。さらに部品取りようとしてデハ8181が、譲渡された。中間2つの扉は、締め切り扱いとなっている。東横線運用当時、1985年5月1日、現在。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。